5で、えー、いろんな機能が新しく加わったわけですけど特にねすごいのがね今からご紹介する機能なんですけど、えー、例えば、えー、こういう曲が今ちょっと、えー、作ってあって、ね、ボーカル女性ボーカルがいます、ねうん「いい感じですーね、うん この女性ボーカル今この二つの画面を見ていただくと二つのトラックがありますね二つのトラックあります特にこの上のトラックがこの女性ボーカルのトラックなんだけどもこれをダブルクリックして開きますそうすると画面が開きましたでね、えー、この状態でねちょっと再生してみますね分かりますソロにしましょういいですねで 今ちょっと変換してますそうするとこういうこなんです <laughs> これどういうことかというと何が起こっているかというとね今,今このピッチに即してここに鍵盤みたいなのがあるの分かりますかねこれで今ボーカルのパートがこのけんえね鍵盤上のピッチを検出して表されてるわけですよこの状態で。ね Your smiling face. I'm in heaven when I feel your warm embrace. It's heaven when I see your smiling face. in heaven when I feel your warm embrace. It's heaven when I see your smiling face. I'm in heaven when I feel your warm embrace. It's heaven when I see your face. I'm in heaven when I feel your warm embrace. It's heaven when I see your face. Your warm embrace. It's heaven when I see your smiling face. I'm in heaven when I feel your warm embrace. It's heaven when I see your smiling face. I'm in heaven when I feel your warm embrace. embrace. It's heaven when I see your smiling face. I'm in heaven when I feel your warm embrace. It's heaven when I see your I'm when I feel your warm embrace. It's heaven when I see your smiling face. I'm in heaven when I feel your warm embrace. It's heaven when I see your smiling face. face. I'm in heaven when I feel your warm embrace. I'm in heaven when I feel your warm embrace. see heaven when I feel your warm embrace. こういうモディファイができるわけ。これはね、結構楽しいんですよ。<laughs> ということができちゃうのが、まずこのね、えー、新しい機能として付加されたバリオーディオというね、機能なんですね。はい。えー、じゃあね、ピッチコレクトをちょっと見てみましょうか、えー。さっきのバリオーディオっていうのが、オーディオを解析して、 ピピッッチチ変換ををし、画面上でピッチをこうねえ鍵盤上ピアノロールのところに並べてそれで自在にピッチをコントロールえーできるとモディファイできるというものでしたけど今度のねピッチコレクトってやつはピッチを検出,検出していろんなフォルマントを変えたりとかねそういった結構面白いことができるんですね。実際にどうやってるかというとエディットモードに入ってもらってこのエディットモードのところから インサーションエフェクトとして、えー、ピッチシフトピッチコレクトっていうのがありますからこれを選ぶ。で、えー、ちょっと再生してみますね。 さっきの同じボーカルで、これ、今、画面上で、これね、この音程上で解析されてるの。まず分かりますねこれ、ヤマハで培ったね、ピッチフィックスっていうソフトウェアあるんで、すけどそれを技術を使ってね、で,でここでピッチがもう検出されてるから、あとはホルマント変えたりとか、いろんなふうに変えるのはね、十字です。

あのね、検出されたピッチはここでもういろんなモディファイができる、まあ、さっきのバリオーディオもそうだけどここにピッチコレクトを使うことでオーディオが自在にこう操れるっていう面白さこれはね今回のキューベース5と大きな売りじゃないですかね。